ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。小島さん、はい、よろしくお願いします。いろいろ教えてください。はい、で今回ご紹介するお車はこちらですね。はい、BMW の M4 ですね。ですね、はいはい、M4 と言っちゃダメです。ダメです。ダメです。はい、M4 です、はいはい、でこちらの車、ちなみに今回なんでこちらの車なんですか。そうです、まあ、一応、はい、まあ、入庫して間もないっていうのもあるんですけど、はい、まあ、お客様からリクエストがありまして、はい、ぜひこの車を紹介してほしいということで、はい、ちょっと今回土パフォーマンスをお願いして、はい、こういった動画の流れという流れになりましたので、はい、まあ、ちょっと細かく紹介をさせていただければ、動画で分かりやすくちょっと、ね、いろんなところをお届けしたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速これボディカラーがめちゃくちゃすごいんですけど、はい、はい、何、僕言っちゃっていいですか。 言ってください、はい、先色オレンジ、先色オレンジ、はいはい、これ珍しいですよね。そうですね、でも、はい、まあ、M にはちょっとこうイメージカラーとして、まあ、はい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 、イメージカラーまでいかないですけどね、はいはい、結構あの人気のある色だと思いますね、はい、ネットとかだと結構見るんですけど、実写で僕初めて見ました。本当ですか。はい、結構やっぱり黒とか青とか多いじゃないですか。うん、でもいい色ですよね。そうですね、これ、まあ、映えますよ。ならではの色だと思いますので、はいはい、まあ、なかなか、うん、いい色だと思います。なるほど。でまずその M4、はい、たるところをじゃあ端から見ていきましょうか。ま、前からいきますか。はい、まあ、外装からいくと、まあ、はい、ご存知だと思いますけど、まあ、前期後期と分かれている部分がありまして、はい、まあ、今回こちらの車は、まあ、前期、いわゆる前期型の形にはなります。はい、で、まあ、大きな違いというのは、まあ、フロントのヘッドライトが、まあ、前期後期ちょっと変わってますので、はい、まあ、そこはちょっと変わったりはしますね。後期になるともっとなんかこうシュッとするんですよね。はい、ちょっとこうつながってるイメージが、はい、ライトをつけた時につながってるところがこうイメージはありますね。あとは、まあ、はい、テールだったり、はい、まあ、ちょっと細かい部分があったりするんですけど、はい、まあ、大きな違いというのはヘッドライトとテールランプっていうのが、まあ、トーカルがちょっと衣装が変わっている、はい、見分けになりますね。あと、まあ、見ていただくと分かるように、ここフロントがもう定番ですね。これはアフターパーツになります。ブラック純正ですかね、はい、ブラックキドニーグリルグロスブラックのグリルになってるってことですね。はい、はい、なってますね。パッと見て、あとはもうこれ一目パッと見てどうですか。めちゃくちゃ車高低いですね。これ低いです、低いです。はい、すげえ決まってますね。はい、はい、で、はい、これは足回りはカーベイのバージョン3がバージョン3入ってます。はい、まあ、人気ですよね、カーベイのバージョン3が。はいはい、そこら辺詳しいんじゃないですか。もう任せてください。もうカーベイはもうビルシュタインザックスカーベイっていうぐらい、もう三大サスペンションと言われるぐらい、はい、アフターのサスペンションと言われるぐらい、もうめちゃくちゃメジャーな、はい、サスペンションですね。レースなんかでもかなり使われている、もう信頼性の高いサスペンションです。で今回なおかつバージョン3ということで、伸び側と縮み側がそれぞれ個別に調整できるっていう、はい、だからもう高速で飛ばしたいとき、街乗りで乗り心地よく乗りたいときっていうのもダイヤル一つで全部調整できるっていう。高さも調整できますもんね。高さももちろん車高調整なんで、はいはい、できます。まあ、そういった人気の高くてグレードのいい足回りがやっぱり、まあ、M なんで、はい、まあ、ノーマルだと M パフォーマンスで入ったりするんですけどね、はいはいはい、まあ、そういうのに負けじ劣らず、はい、ちゃんとしたもうこの M4 にふさわしい足回りが入ってるということですね。なおかつ調整もできますから、まあ、乗り手のその好みに応じて、はい、ちょっと低すぎるなって言えば上げてもいいし、はい、硬すぎるなって言えば、はい、ちょっと柔らかくしてもいいしっていう車高調ですね。はい、まあ、横からこう流れていくとすると、はい、こう見ていただくと分かるようにスライチですね。はい、出づらもいい感じですよね。はい、スペーサーで、はい、きっちりこう流れてます。はい、あと細かいところでいくとここも、はい、あ、しっかりペイントされてるんですね。うん、ペイントなんかコントラストがだからこのボディカラーと黒っていうイメージが多分あると思いますね。はいはいはい、ホイールなんかもこれ純正のオプションホイールになりますね。19インチ、はいはい、タイヤがミシュランのスーパースポーツですね。はい、まあ、タイヤはちょっとこう結構そのなんていうんですかね、あるあるじゃないですけどひびがどうしても入ってしまうんですよね。ミシュランちょっとそのオゾンクラック紫外線でちょっとこう少しひび割れが、だからそこはまあちょっと、はい、まあ、ここは今回このご紹介あの商品になりますけど、はい、この写真にはまあ要相談という形でしていただければ、ね、はい、この辺も正直にすべてコンディションをお届けします、ね、はい、お届けしますか。はい、で後ろもどうですか、はい、これもうギリギリ、いや、もうちょっと出したいですね、目的に。あ、でもフェンダーの折り返しがあるから出せないですね。うん、はい、これぐらいがでもいい感じの出面になってます。うん、下げてんじゃないかなと思います。いや、いいですね。そうですね。あとはその、はい、まあ、さっきもちょっと話しましたけど、はい、この流れライン、はい、このラインやっぱり M の特徴ですね。なんていうか、くぼみというか、なんていうんですか、カメラマン、プレスライン、プレスライン、ラインがフロントから
屋根から、はい、トランクまでつながってるっていう。つながってる。こんな車ないっすよね。なかなかないと思うんですよね、はい、やっぱりここは M のいいですね流れですね。そしてカーボンルーフ。カーボンルーフ、はい、というところでこう横と前との流れが来て、はい、最後リアですね、はい、リアもこれ前期なんで、はい、こういうデザイン。後期だともうちょっとこう、はい、なんかこうラインがシュッとするんですよ、はいはい、でやマフラーですね、はい、マフラーもアクロビッチの。アクロビッチの、はい、はい、まあ、カーボンとチタン の両方あの種類があるんです、はい、今回はもうチタンの、はい、チタンテールの方が入ってるんですね、はい、で一応バルブ付きでスポーツバナの連動して音が変わります、はい、で E マーク付きなんで、はい、車検も対応するという流れになりますね、はい、さらっと紹介しますけど、まあ、小島さんこのマフラー値段しますかしますよ、はい、結構しますね。マフラーちなみに後ろのこれ太鼓ダック交換してるんですけど、太鼓が40万円します。40万、そう、はい、で40とリアと、はい、リアのこのマフラーカッタが4つで20万円です。60万円、はい、60万円。ちなみにサスペンションも40万円ぐらいするんで、はい、ってことパーツで多分100万円ぐらいついてるんで、ね、めちゃくちゃお買い得なお車になってます、はい、そうですね、はい、というさらっと説明しちゃってますけど、はい、しっかりとパーツがついているというお車になります、はいはい、まあ、そこら辺も音なんかもなかなかやっぱりあの、はい、いい音しますし、あとは、まあ、乗り心地なんかもですね、どんな感じなんですかなんていうのもよく聞かれたりするんで、まあ、そこちょっと後でご説明ちょっとチェックしていければと思いますね、はいはい、あとはまあ中なんかも、はい、まあ、車に関して今回ノーマルの形にはなるんですけど、はい、どうする、乗ってみます。いいんですか。乗ってみてください、はいはい、内装も黒でまとめられた感じ で、 ちょっとまとまってますね、はい、まあ、オプションとかもろもろあったりはするんですけど、はい、まあ、基本的には、はい、まあ、シートの方もいい感じです。いい感じですね、はい、BM これレザーのステアリングの触り心地いいですよ ね、 いいですね、はい、そして M のこの独特なこの青と赤と、はい、このステッチと、はい、そしてあの知ってます、すごいポイントがサイドブレーキがなんとレバーっていう、はい、電動じゃないんです、はい、これ何がいいんでしょう小島さん。え、サイド引いて遊べるでしょ、はい、あんまり言っちゃったでしょ、危ない危ないから、危ないから、サイド引いて遊べるっていう、はい、ドリフトができるっていう、はい、すごいポイントみたいです、まあ、確かにでもそう言われるとそうそう、みんな電子なのが ないじゃないですか、もう多いですから、はいはい、やっぱりそういったところって、はい、やっぱりあのポイントですよ、車好きな人はすごい、はい、確かにおーってなるところですよね。そしていまいち電子制御のサイドブレーキって僕なんかいまいち操作感がこう本当に大丈夫かなと思っちゃうんですよね。確かにこう普通のレバーのサイドブレーキっていいですよね、はい、でカーボンと、はい、いいんじゃないでしょうか、はい、で私ちょっと後ろに乗ってます、はい、勝手にやりたい放題ね、はい、一応私身長170キロぐらいなんですけど、はいはい、このスペースと頭のまあまあ普通に乗れるんですよね。乗れますね、はい、ちょっと、まあ、まあスポーツカーなんで、はい、肘掛けないですけど、はい、まあ、ここら辺は快適ではないですけど、まあ、いや全然快適ですよ。快適です、まあ、これがないですけどね、はいはいはい、こっちにはあるんで、なんかポルシェのリアみたいなちょっとおまけ的なリアじゃなくて、いや全然ちゃんと乗れるリアシート、はい、そうです、はい、でリアシート、まあ、ことここで、あーなるほど、後ろからちゃんと、はい、下ろしてくれよなんていうシチュエーションもない、はい、ないという形でしっかりとリアシートも確保されてますね、はい、でシートヒーターとかも全部ついてるんですよね。ついてますね、はい、なるほど、あといいじゃないちょっと一回降りてもらってここのマーク、はい、ここちょっとここも取りましょう。ちょっと、はい、残念ポイントと言われているところなんですけど、はい、これもう M3、M4 あるあるなんですよね。そうですね、ここがこうちょっとギザギザっていうかプラスチックがちょっとひび割れてきちゃう感じ、はい、ひび割れちゃって、はい、ちなみにこれも光るんですよね。光りますね、はい、光ってるのか取れるかな、まあ、これも交換もできますし、あとはその前期と後期の話先ほどさせてもらったんですけど、はい、ここは後期だと M じゃなくて M4 に変わってるっていうのも、まあ、ちょっと一つの違いだと思います。これアクターパーツでも変えられるので、はい、まあ、そういったところをちょっと変えてもらうのも、でそういったちょっと残念ポイントであるんですけど、もし交換するんであればその辺もできるっていうのはやっぱりボンドなザ・ボンドのポイントですよね、はい、いやそれももう全然納車前にやっときますよっていうので、そういう提案もちょっとさせていただけると、はい、できるんでまた新しいなとは思いますね、はい、あとはそうですね M4 のやっぱり注意点っていうのが、はい、なんかありますか小島さん。ここすごいいい点でもあって悪い点でもあるんですけど、はい、こうバッテリー
ですね、はい、まあ、これも有名な話なんですけど、はい、こっちに入ってるバッテリーが、通常のバッテリーじゃなくてリチウムイオンバッテリー、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、本当だ、リチウムイオンって書いてますもん、はい、リチウムイオンバッテリーなんで、まずさ、まあ、性能としてはすごい寿命が長いということと、はいはいはい、重量がすごい軽いということなんですけど、はいはい、まあ、まずそのバッテリー上げてしまうとダメなんです、高くついちゃう、復活できないって言われてますし、はい、あとはそのバッテリーの単体自体がかなり高価なものになるの で、業界でもちょっとザワザワしますよね、そう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 なので上げちゃったみたいな、バッテリー上がりとか、はい、本当に例えばその変なし板金工場とかで入れちゃって、はい、熱かけちゃってっていうのは結構やっぱり、はいはいはい、まあ、それはうちなんかないですけど、はいはい、知らない、車屋さんなんかやっぱそういうのでバッテリー上げちゃったりするので、はいはい、ちょっと取り扱いがちょっとデリケート、デリケートなので、はい、まあ、そこはやっぱり納車する方にも、はい、まあ、必ずはい、ご案内はさせていただいてるんですけど、はい、そうですよね、買っていきなりバッテリーものすごい高いんですよって言われてびっくりしちゃうんで、はいはい、だからそこのバッテリー上がりとかっていうのはまあ注意していただければなというところが一つの大きなポイントだと思います、はい、あとはもう普通に乗っていただいて全然大丈夫だと思いますので、もし万が一の場合もお任せいただければ交換も全部ボンドにできますか、はい、ご相談いただければと思いますので、はいはい、そういった形でいければと思います。あと目的 M4、M3 ポイントとしてはこのトランク、うん、リアシートがこう倒れるっていうのはトランクスルー、はい、トランクスルー機能っていうのは僕的にはかなりおすすめポイントなんですよね。なんかもうなんか当たり前になっちゃってるからなんと思わないけどね、こんにちはしてる感じ、あれこんにちはしないのあ、こんにちはした方がいいですか、こんな感じで、はい、こっちもこんにちは。だこれできると普段使いこうめちゃくちゃ使えるじゃないですか。そうね、はい、うん、いざっていう時はもう荷物も乗れるし、あ、詰めるし、先ほど紹介したリアシートもしっかり乗れるし荷物もしっかり乗れると、はい、通常スポーツカーなんだけど通常乗りもできる、はい、使い勝手いいですよね、はい、でも本当に普段乗りとかも持ってこいですよね。いい感じだね。だそういう乗りもできるし普段乗りもできるし、かもスポーツに走ってかっこいい車と、はい、そしてこうパーツがしっかりついてるっていう、はい、全てそう兼ね備えてるお車です、はい、隙がないですね、はい、あれ、はい、エンジンの説明してないんじゃない、あ、エンジンの心臓部、そうですよ、ここ僕予習してきたんで、はい、これあ、2回やった、はい、BM 恒例2回引きでございます。 2回の、はい、あ、じゃあ予習してきたという通信パフォーマンス、ちょっともう1回予習していいですかここの直六3リッター、ね、はい、あ、これカーボンのターバーもいいですよね、はい、431馬力、はい、トルクが 56.1 キロです。もうなんか最近ボンドチャンネルでこうゲテモノっていうかこうド級の車ばっかり紹介してるから600馬力とか800馬力とかなんか400馬力ってもう結構まあっていう感じですけど、普通に考えたら400馬力ってまあまあすごいですから、まあまあすごいすごいです。今パワーバランスですよね、やっぱこの重量とこのサイズとこのパワーっていうので、はい、車も1600キロぐらいしかないですからね、ないです、めちゃくちゃ速いですよね、はいはい、だそういったバランスでのやっぱりいかにやっぱりフルに使いこなせるか、はい、まあ、フルまでいかないですけどね、はい、バランスよく使いこなせるかっていうところだと思いますの でちなみになんですけど、カーベバージョン3ちょっとここもう先に取っちゃってますけど、ここの上のこの部分ですね、専用のダイヤル差し込むと減衰の調整ができます、はい、減衰の調整するときっていうのはどういうときにするのか、まあ、例えば街乗りでもっと柔らかく乗りたいとか、うんうん、ちょっとワインディングとか高速でちょっと飛ばしたいなっていう時はそこで硬くしたりとかっていうのが簡単にできる、はい、好みでできる感じですね、はい、あとは下側にもついてますんで、はい、こっちが縮みかな、あ、違う、こっちが伸びか、でこっちが縮み側で調整できます。でリアに関してはちょっと調整大変なんでちょっとショップにお持ち込みいただいて、うん、ちょっと調整させていただくって感じです。何段間ぐらいですか。18段確か、はい、結構さ、あるあるでさ、はい、こっちとこっちが、あー、そうですね、多いですね、結構、はい、俺は自分でやったんだけど、はい、多いですよ、もうどうなってるか分かんなくなっちゃうよね、はいはい、僕もメカニック時代こう縦に取り付けた車とか来てちょっと乗り心地がとか、うん、挙動がおかしいんですけどっていうともうバラッバラになっちゃう、バラバラになっちゃう、結構あります、はい、もうちょっとこれ分かんなくなっちゃった時は全部一回閉めるんですよ。あー、そうです、はい、閉めると最後ドン付けで止まるんで、うん、はい、そこから何段戻し調節していく、はい、あ、で基本的に左右は同じに合わせた方がいいです、はいはいはい、そういった感じがありますね、はい、こんな感じでございますか、まあ、そんな感じですかね、はい、車のおすすめはちょっとなんか雑談風に進めちゃいましたけど、はい、あ、そこはあるあるだよね。ああ、そうっすね、そこもあるあるっすね。
ちゃんと説明した方がいいんじゃない、はい、そうなんですよね。ちなみに M4、M3 なんでもうボンネットもアルミっていうちょっと取り扱い注意なんですよね、うん、だグッと押したりすると押しちゃうと、はい、あれなのであえてこう落とすバツンっつって、はい、落とす、はいはい、じゃあちょっと今回はい、外を走ってみようかなと、はい、せっかくなんでちょっと乗り心地やっぱり気になるじゃないですか。そうですね、はい、ちょっとバージョン3ちょっと減衰ちょっと僕確認して、はいはい、どのぐらいになってるのか、はい、やっていこうかなと思います。乗ってみたいと思います。じゃあ早速、はい、ステージチェンジで行ってきますか。はい、行きましょう、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、はいはい。ちょっと早速乗ってみましょう。じゃあっていう感じなの。やっぱりこう足回りはこう乗ってみないと分からないですから、ね、撮ってます撮ってます本当に、はい、常時撮ってますよ。常時撮って、はい、ちなみに、セッティング僕今確認したら、どっちだっけな、伸び縮み側が12段戻し、伸び側が、7段戻し、まあ、大体半分ぐらいですね。あ、半分ぐらい、はい、真ん中の設定になってました、はいはい、じゃあちょっと真ん中よりはちょっと柔らかめですかね、うん、はい、じゃあアリーナの試乗コースをちょっと、はい、ちょっと乗ってみましょう、今は音はノーマルですね。ノーマルですね、はい、ちょっとじゃあサウンドチェックの方からしてみますか。サウンドチェック、はい、ここで、はい、ダメですか。いやいいけど、みんなびっくりした。ていうかこれバルブ閉まってる状態です。閉まってる状態、モードが 今閉まってる状態で全然変わってるのが分かんない。ああ、まあでも多少スポーティーな、で、バルブ閉まってるとめっちゃ静かっすね、サクラポ。あー、いい音しますね、うん、はい、するでしょ、はい、これをちょっとまた走って、はい、もうスポーツ走ましょう。スポーツ走っちゃおうか。スポーツ走りましょう。車内にどれぐらい響くのか、うん、はい、わざわざちょっとマイクつけてますから、うん、結構取れるんじゃないかな。窓開ける？窓開けなくていいか。窓をちょっと途中で開けてみましょう、うん、はい。アクラポはあれですよね、ポルシェの GT3 とか純正供給してるぐらいちゃんとしてるメーカー、うんうん、ちゃんとしてる。 今人気高いよね、みんなね、はい、ついこの間 あのスーパー GT と DTM 対決したじゃないですか、うんうん、あの DTM の車もアクラポのマフラーみんなついてました、うん、今一番旬なのかね、やっぱりね。まあそうですね、ものすごくメーカーとかそういうレースとかに入り込んで実績残してますからね、うんうん。でもここ数年って言っちゃ悪いけど、ね、やっぱ車の方にはね数年だよ ね、 ね、やっぱりね、うん、それまでバイクでめちゃくちゃ言うんでしょ、うん、もうね、バイクといえばぐらいな感じなんでしょ、うん、あれでボルボやっぱり振り返っちゃいましたね。ボルボで初心者モークつけてる。でも初心者モークの結構ご年配の人乗ってたなって、なんかちょっと気になって。最近のめっちゃかっこいいっすよね、うん、ボルボ、ね、で何を呼べばよかったって言ってたんでしたっけ、さっき。何でしたっけ、なんだっけ。あ、そうそう、で今回ね、あの、はい、コメントをいただいてリクエストがあったんだけど、あのね、今後もまたリクエストいただければ、そうですね、なんか出てるのをこれを紹介してくれっていうのがあれば。そうそうそう、結構やっぱりあの全国で問い合わせもらってるじゃない、はい、うちなんかも特に、はいはい、遠方の方って車やっぱり見れないから、こういう機会でやっぱり、ね、まあ、参考にしてもらえればなっていうのと、はい、なかなかやっぱり、ね、なかなかこう静止画と動画だとこう感じが違ったりしますね、うん、違うしね、うん、はい、そういうのがあるから。うわ、すげえパワフルな音してますね、うん、してるしてる。これでも全然まだ回転数も低いしね。でここの先がいつも試乗するときに乗ってもらって、お客さんにも確認してもらって、ちょっと道が悪いんですよ。ああ、なるほど。だからちょっとね、そうですね、せっかく乗るんだったらやっぱりそういうところ乗ってみないと、うんうん、なかなか分かんないですね。そこをちょっと今通過をしていこうかなと思いますね、はい、どうしてもね、いい路面ばっか走ってるとね、いいとこばっかになっちゃうから。音めっちゃいいっすね。ね、うん、ああ、でも全然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 。このカーブなんかも結構急な感じなんだけど、
結構しっかりしますね、足、ピタッと。だから元々この乗り心地いいっすねっていう車じゃないですからね、うんうん、そう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 、めっちゃしっかりしますね、足してる、うん、いやいや全然全然必要にして十分な乗り心地ですね。てか僕車庫端にこうローダウンした車に免疫がありすぎちゃうんで、うんうん、今回小島さんにこう乗ってもらったんですけど、いや運転しても全然全然大丈夫です、うん、大丈夫だと思う。あとはセッティング次第で例えばもっと車庫上げればストローク加工できるし、ね、減衰もっと柔らかくすることもできますからね、うん、ちょっとじゃあ引っ張ってみよう。わあ、もういい感じです。スピード高すぎちゃうとね、はい、あれ危ないですね。企業コンプライアンス遵守でお願いします。はい、わかりました、はい、うわあ、すげえっす ね、 ね、いい感じ。マフラーをなんかこう爆音っていう感じじゃないじゃないですか。そうそうそう、うん、変わってる感じはある感じだから、はい、まあ、多分外でするともうちょっと開けてみますよ。なんかイメージとしてはなんか純正のスポエキみたいな。そう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 、はい、そんな感じで。うるさすぎず、うん、静かすぎず。静かすぎず、はい、はい。アイドリングストップもねついちゃってるんだけど。ここにしとこう。まあ乗った感じは全然ね、この辺はやっぱり。ライトブレーキはやっぱりちょっと驚き、言われてみたけどね、驚きのポイントですよね。そう来たかと思いましたもん、そうそうそう、僕も。わあ、窓開けるとめっちゃいい音してるな。あ、いいね。こうトリムもカーボンで。わあ。そしてこれミラー見て思ったんですけど、やっぱり M4 すげえワイドっすね。ワイド、うん、リアフェンダーすげえ出てますよ。わあ、やっぱ全然変わってる感じはしますね、はい、これは欲しくなりますね、はい、これ一回ノーマルと比べちゃうと、はい、もう全然歴然だと思うんで。ああ、なるほど。まあ、ちょっとあくまで足とマフラーの確認っていうところで、そういう感じなんで、はい、市場インプレッションだとちょっともっと強者がいますからね、はい、まあ、そこはね、はい、某企業チャンネルで、ね、お任せして、はいはい、うちはちょっとその、はい、足回り変えてマフラー変えたらどんな感じになるかっていうのをお伝えできればと思いますけど、はいはい、こんな感じでいつもアリーナの試乗コースはお客様にこう乗っていただいて、まあ試乗もね全部の車 OK してるわけじゃないんですけど、やっぱ最終確認でぜひ乗っていただいてご案内いただければっていうタイミングでお願いしてるんで、まあそういうのもぜひ乗っていただければと思いますね。なるほど。じゃあいい車っす。内装もね黒で落ち着いてて、そうっすね、いいですよね。こう要所要所こうカーボンだったりとか、うん、ちゃんとレザーにこう接地が入ってたりとか、うんうん、オプションでね、まあ、フルレザーとかっていうのも、まあ、あったりするんだけどね、まあ、そういうのも、そうなんですか、あるある、ここもレザーだったり、こういうとこもレザーっていう、あの仕様のものもあったりするんだけど、まあ、これはちょっとベーシックって言い方ないんだけど、まあ、もうほぼついてる中での ベースの車両になる感じ。あえて言うならば、はい、まあ、ちょっとスピーカー入っててもいいかなっていうのがあるんで、はい、まあ、そこら辺またボンドプラスの方で、はいはいはい、スピーカー変えても、はい、でも本当はねエンジンとかそのマフラーとかサウンド楽しんでもらう車なんで、はい、走りを楽しむ、ね、そうそういう感じで、はい、はい、じゃあちょっとこんな形でありがとうございます、はい、終了させていただきます。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナ店より、商品車の BMW M4 をご紹介させていただきました、はい、で毎回ちょっと恒例で、はい、聞いてるんですけど、はい、小島さんだったらこの M4 はい、もちろんボンド基準で厳選した車なんで、はいはいはい、そのまま乗っていただいてもいいと思うんですけど、例えば何か手を加えるんであれば、はい、小島さんだったらどうしますか。手を加えるシリーズですね、はいはい、もちろんその改造っていう意味じゃなくて、なんかここ不便だからこうしといた方がいいよねとか、はい、そうです、まあ、ちょっと、まあ、いきなり言われちゃうとなんかあれなんですけど、まあ、ちょっとお決まりになっちゃいますけど、はい、私だったらやっぱちょっとこう先ほど、まあ、動画でもそうでしたけど、黒とこのボディカラー、はい、コントラストっていうところがあるので、
まあ、車高ちょっと低いですけど、僕私ちょ下やっぱりリップ、なるほど、あのパフォーマンスでもいいから、はい、あの純正のパフォーマンスと値段がまあ、ある程度抑えられてるんで、はい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 、パフォーマンス入れてもいいかなっていうところは、前回ちょっともう一、うんね、アクセントと、はい、いう感じですかね。あとはその サイドもこう、はい、カーボンミラーにしちゃったりとかして、あ、なるほど、内装カーボン使われてますからね。まあそうですね、はい、という、まあ、外装もルーフがカーボンなんで、うん、もうちょっとカーボン足してもいいかもしれないですね。ホイールなんかはこれでいいかなとは思いますけど、はい、あとはその、まあ、ディフューザーもちょっとここら辺だら、ここチタンに変えてるんでカーボン変えられます、うん、変えられるのもあるけど、はい、あえてここが カーボンじゃなくチタンなんで、ここカーボン入れちゃってもいいかな。あ、なるほど、アクラコのパーツでここカーボンあるんですよ、うん、あるんだけど、はい、ディフューザーもカーボン入れちゃってもやっぱりいいかなっていう感じですね、はい、でもありきたりになっちゃいますけど、そういったところでポイントだけでかなりかなりもっとシュッとしそうですね、うん、ちょっとガラッと変わるんじゃないかなと、はい、まあ、ベースがいいですからね、ボディカラーもそうだし、うん、そうですね、だから本当にちょっとしたアクセント変えてもらうだけでもすごいガラッと変わりますし、まあ、このままで十分かっこいいんですけど、はい、まあ、いじる第一歩 その足回りとマフラーがもう変わってますからね、うん、変わってるんで、はいはい、でも内装なんかはもう変えることないと思います、はいはい、さっきの、ね、あの M バッジはおすすめだと思います。あ、そうですね、ちょっとリフレッシュがてら、はいはいはい、いいと思いますけど、まあ、そういったところでフロントディフューザーミラーというのをちょっとカーボンをまあご提案できればなと思います。なるほど、はい、あ、そうだ、あと僕忘れてたんですけど、これ全部元のカスタマイズは全部ボンドグループでうちで、はいはい、やらせていただいたものになるんで、はい、ファーストオーナーさんが新車でご購入いただいて、はい、うちでいじっていただいて、はい、で今回あの買い取りもさせていただいたということもありますので、はい、ぜひこういうあの、まあ、ちょっとあの関東圏ですけどちょっと遠いところからわざわざ、はいはい、買い取りさせていただきましたので、はい、まあ、そういったドレスアップした車もぜひあのうちでできる評価っていうのもありますので、はい、ぜひ買い取りなんかもですね、なのでもう車 もうカスタマイズしてあるけど もちろん安心して乗っていただけるし、はいはい、もう買い取りももちろん、はい、やっぱなかなかそのさっきもね説明したように、カーボンカーベイのバージョン3の価値っていうのはやっぱり分かんないショップさんって結構あると思うんですよ、はいはい、このアクロボのマフラーもそうですし、はいはい、まあ、車外マフラーと同等に扱われちゃってもちょっと悲しいじゃないですか、はい、そうですね、もうそういった部分ちゃんとしっかり評価をさせていただきますので、はい、ぜひ買い取りもお問い合わせいただければと思います、はいはい、この感じでいいでしょうか。いいですね、はいはい、というわけで、こちらの車両の詳細は、動画の説明欄よりご確認ください、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。